18KG1 編成による疎開返却試運転が行われました。JR 東日本は、今日7日、E8KG1 編成を、小山から山形へ疎開返却試運転しました。E8 系は、東北新幹線での最高時速 300km での運転による速達化や、全席へのコンセント設置などによるサービス向上を目的として導入される新型車両です。山形新幹線では、E3 系が導入された、1999年以来、約25年ぶりの新形式車両となります。2024年春に営業運転を開始する予定です。デザインコンセプトは、豊かな風土と心を編む列車となっています。カラーリングは、現在活躍している E3 系と同じ配色です。当初の計画では、2026年春までに、17編成119両の製造予定でしたが、投入数を2編成削減した15編成の製造予定に計画が変更されています。この第1編成目となる G1 編成は川崎車両にて申請され、今年2月に落成しました。今年3月からは試運転も開始しています。そして、先月30日に小山新幹線車両センターへの疎開のため、初めて関東へと走行しました。そして、ゴールデンウィーク期間を終えて、今日7日に山形新幹線車両センターまで疎開返却されました。明日8日には、山形新幹線車両センターにて、E3 系と E8 系を並べた撮影会が開催予定です。これで、5月7日の KAB ニュースを終わります。